Yo, we on here. Developer Diary 20, let's go. Right, the chat is going wild right now. When he changed the premiere. All right, I'm just gonna lower it real quick. Yo, when is it starting? It's taking a while. But yeah, let me have it on. I'm gonna have it on theater mode. Alright, so yeah, I heard that there was gonna be a new collab. I am completely fine for that, so I look forward to what they're gonna collab with. Oh my gosh, they're popping off. What are they gonna collab with? Is it gonna be freaking? Is there another shonen anime, maybe? 皆さん、こんにちは。Hopefully. ニンジャラゲームデザインとストーリーを担当しています、森下です。 Alrighty. ディレクターの金田です。今回のデブダイアリーでは、12月に開催するコラボレーションの発表と最新情報、そして期間限定のイベントの情報をお届けいたします。Collaboration. All right, let's see, let's see. それではまず12月に開始のコラボレーションを発表いたします。それがこちらです。 Wait, what? No way! Yo, they're really having real intention? Yo, that anime was lit! What? No way. No way, they really have their weapons. Yo, they have the weapons. Oh my gosh, that was spooky. Oh my gosh, no. So the giant sword is a hammer skin? Oh, that's dope. Anime, Rurouni Kenshin collab. Rurouni Kenshin? Oh my gosh, bro. This anime is late, bro. Oh my god. December 15th, I'm getting all the outfits. I want to get all the outfits. I want to get all the outfits. That is so dope. So it starts December 15th and ends at January 12th. Okay, that's a lot of time then. まずはコラボコーデを紹介します。主人公の日村剣心や斎藤はじめ、篠森青志、獅子王誠をモチーフにした4種類のコーデが登場します。獅子王誠コーデはコラボガチャで出てくることができます。その他にはコラボガチャでは日村剣心が使用している川藤や獅子王誠の斎藤、無限人、相良佐之助のザンバ刀などをモチーフにした忍者ガムが5種類登場します。 No way, bro. その他のコーデは忍びショップにて入手できます。 okay, the three outfits can be shinobi shop. Nice. その他にエモーションを紹介します。アナ ×2 ひらめきやコトツなど、ルローニケンシンの各キャラクターの必殺技の動きを再現したエモーションが登場します。That is so dope. That is awesome. He even has. That's so cool, bro. Oh my gosh, bro. Okay. 攻撃判定がついていますので、相手に当てることができます。実戦で使うのは難しいと思いますが、エモートの攻撃で1本を取ることも可能なので、ぜひ使ってみてください。日村健人と獅子王誠をモチーフにした一本デコレーションや、
瀬田宗次郎をはじめとした3つのダムステムの術、さらに相良佐之助をイメージした T シャツが登場します。ガムボトルは日村健心の酒場刀をモチーフにしたものとなっています。日村健心を象徴とする十字傷のマークや飛天御剣流という文字がデザインされかっこよく仕上がっているのでコーデに加えてみてください。さらに今回のコラボではバトル回数ボーナスを実施しています。コラボ開催期間中のバトルの回数に応じてコラボステッカーやスノバズガム、塩、ガチャコイン200枚などを報酬としてゲットすることができます。最大40試合行うと全てのアイテムをゲットできます。さらに今回のコラボレーションを記念してゲーム内の忍者大会でウローニ剣心カップを1月の9日に開催いたします。ウローニ剣心カップは限定のランキングバトルで全リージョンが出場です。成績に応じてアイテムを入手することが特製のコラボ一本デコレーションやモーションガチャコインや忍者メダルといったランキング報酬をゲットできます。参加賞ではウローニ剣心オロロステッカーを用意しております。日村剣心のシルクであるオロロというセリフのシーンを可愛らしく仕上げているのでぜひ入手してみてください。ゲーム内から参加可能となっておりますのでぜひお気軽にご参加ください。続いて期間限定イベントゴエモン祭りをご紹介します。ゴエモン祭りでは開催中にログインすると一括で300ジャラをゲットすることができます。ゲットしたジャラはウローニ剣心コラボガチャなのでぜひご利用ください。続いてニューイヤー2022キャンペーンをご紹介します。こちらのキャンペーンではまず最大100ガチャコインをゲットすることができるログインボーナスを開催いたします。忘れずにログインしていただきゲットしてください。さらに1人1回だけ購入できるおまけのガチャコインがついたジャラを販売します。その他にも期間限定の特別なコーデがピックアップガチャとコインガチャに登場します。キャンペーンで手に入れたジャラとガチャコインを利用しぜひゲットしてください。続いてはアニメシリーズニンジャラの最新情報をお届けいたします。まずはこちらアニメシリーズニンジャラのキュービジュアルを初公開いたします。忍者ガムを使ったバートン、デレッカたちがどんなバトルを繰り広げるのかぜひとも楽しみに。もちろんガムチも登場します。そしてアニメオープニングテーマ、エンディングテーマですが、オープニングテーマはキャリーパンパンさんのメイビーベイビー、スピード感あふれるポップな楽曲が世界観を上げてくれます。そしてエンディングテーマはスカーターさんの忍者ライク忍者、和を基調とした楽しい楽曲にご期待ください。またキャリーさんからアニメの応援コメントが届いておりますのでこちらをご覧ください。皆さんこんにちは、キャリーパミパミです。この度私キャリーがアニメ忍者らのオープニングテーマを担当することになりました。ゲームでもたくさんコラボレーションをしてきた忍者らなのですが、アニメのオープニングテーマもやらさせていただけるということでとても嬉しいです。タイトルは Maybe Baby というみんなで口ずさめるかっこいい一曲になっております。アニメ忍者らとともに皆さんに愛される一曲になりますように。以上キャリーパミパミでした。バイバイ。応援コメントいかがでしたでしょうか。アニメシリーズ忍者らは2022年1月より配信サイト、テレビ放送などでご視聴いただけます。アニメとゲームの両方で盛り上げていければと考えておりますのでよろしくお願いします。さらにアニメシリーズ忍者らの放送を記念しましてこちらのキャンペーンを開催いたします。こちらのキャンペーンではまず最大200ガチャコインをゲットできるアニメ放送開始記念キャンペーンを開催いたします。
アニメの第1話から第4話の視聴時に表示されたニンジャラコードを入力していただくことで、それぞれ50ガチャコイン、最大で200ガチャコインをゲットすることができます。はい、期間に関しましては後日発表いたします。さらにアニメ放送開始記念コインガチャを実施いたします。こちらのコインガチャではベレッカのめちゃかわ服とロンのデモニッシュ服、バートンのジニアスコーデが登場します。特に色違いのバートンのコーデは新しく登場するコーデなので、ぜひゲットしてみてください。その他に忍者らアニメ放送開始記念セールとしてストーリーパックの1の巻きと2の巻きを 90% オフで提供いたします。ストーリーパックで遊ぶことで忍者の操作を覚えたりストーリーを楽しむことができます。クリアしていくことで忍びカードの解放などに使える忍者メダルをゲットできます。まだストーリーパックを遊んでない方はぜひ遊んでみてください。 Yo, the homie Kaj here. 本日の最新情報いかがでしたでしょうか。年内のデブダイアリーはこれで最後となります。来年も忍者らはアニメやコラボレーションなど皆様が驚くようなサービスを展開してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それ本日もご視聴ありがとうございました。 Wow. All right, so there was no stage reveal. Wow. All right, so there was no stage reveal. They only addedLike, they only told us the collab and the new stuff they're doing for next year. So I guess that's cool. I mean, we're not getting a new stage, but fine. Hopefully we could get one season 9, because it looks like we probably need a new stage. Like, I just don't know when. But yeah, that's overall, that's cool. Oh my gosh. Yay.I'm not sure. Yeah, hopefully, if we're like the next developer diary, they can tell us like if they would like redo old collabs, that would be cool. But other than that, I don't know if they're gonna do so. But overall, that was a good developer diary. Look forward to this.